このグラスで飲むかこっちで飲むかで値段が違うみたいですね。25バーツって言ってました。化学調味料使ってません。4つはピーラカ。おー、今100年くらい経ってるそうですよ。3代続いているそうです。およそ100年の歴史を誇るカオマンガイとタイ喫茶の老舗店を調査して。サービーカーププラのエリです。今日はですね、いわゆる中華街ヤワラートと呼ばれているエリアに来ています。ここはどこかというと、一応ですね、1902年に創立された中華系タイ人のための治療場だそうです。すごい歴史的な場所で、1902年から続く歴史ある病院だそうです。すごいね。現在もですね、こちら皆さん中に菩薩がいるんですけど、そう、健康祈願もできるみたいで、さっきからね、人がどん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 お祈りしに来てます。そうそう、私もちょっとこの辺あんまり詳しくないので散策しながら行っていきたいと思います。みんなご飯食べてますね。おいしそう。アロイカ。アロイカ。あ、みんなこちらドリアンか。ドリアン好きですか？私は苦手です。めっちゃ中華街。何があるかわからない。何もない。何もないですけど、この壁が綺麗。でもさっき看板にホテルって書いてあって、日本語ですよ。ムーンパレス、有名なとこなのかな。あー、これ、ここ有名、ロントンカフェ。ここは中華街ですごい、多分一番有名なくらい、おかゆ専門のカフェなんですけど、なんか中国っぽい朝ごはんを食べれるおしゃれなカフェです。わっ、すごい、多分こっち、なんかすごいロックな、ね、かなり渋いですよ。あー、いいね、この通り。多分もうちょっと先なんですよ。歴史的なレトロで素敵な純喫茶。え、これか。あ、もしかしたらこれかも。このレトロな渋いカフェ、喫茶店ですね。いいじゃん、じゃあ。すごい。わあ、すごい。はい、OK です。渋すぎて、なんか近所のおじちゃんがいっぱいいる感じで、動画撮っていいですかって言ったら、みんないいでしょいいでしょみたいな感じで、サワディーカー、サンヌルハンカーダミエンヌ、チャーダミエンヌ、マイワーカー、早い、わーい、ここかー、アイスティーです。タレハピーシッパー、まあ、どこあるか。説明がめちゃくちゃ雑なんですけど、なんでこの人のバケツなのって聞いたら、この人はジジイで俺は若いから、で、君も若いからこれなんでしょって。多分違うと思うんですけど。はい、何本飲んだの。何枚さやに、うわー、さあ行けよ。今の説明だと、このグラスで飲むかこっちで飲むかで値段が違うみたいですね。25バーツって言ってました。で、みんなバケツ。なんで今日ここ来たかったの。なんで今日ここに来たかったか。やっぱこの今最近バンコクでは流行りのおしゃれなカフェが散々ありますけれども、やっぱりこういう原点回帰、渋い方々がたくさんいる渋い街のねカフェに来てみたかったんですよ。あ、おいしい。すごいすっきりしてます。アイスティーで、ブラックティーで甘さ少しって言ったので、ちょっとほんのり甘いんですけど、本当に
あのいいレベルの甘さ。あ、出たバケツ。そうそう、なんかフルムーンパーティーみたいだね。でバケツで飲むのはなぜかっていう感じなんですけど、もともとタイではここにビニール袋に飲み物を入れて飲む文化があるんですね、昔から。タイはで多分ここは優しいからバケツに入れたらあの楽でしょっていうことで、これはカフェコーヒー、うん、うまい。このバケツはもともと皆さんビニール袋でっていうのを頼んでるはずなので、サイトゥンって言ってください。サイが入れる、トゥンが袋、こちらになると思います。なんかみんなここら辺で商売してる人とか生まれ育った人が毎日来てるよって言ってくれました。なるほど、みんな地元のね、近所の方々が来てるみたいです。すごいね、歴史のあるこう地元の人に愛されてるカフェですね。次はどこ行くの？いや次はもう喉はね、あの潤ったのでお腹を潤したいと思います。でなんかこの辺りのエリアに昔ながら昔からあるカオマンガイチキンライスですね、台南風チキンライスの有名なお店があるらしいので、そこに行ってみたいと思います。この通り靴屋が多いんですよ。靴屋通りだ、靴屋通り。ぷくぽチャンネル、中華街の大通りって呼ばれてるような、まあ、大きな通りだし、お店も一番多いです。突然すごいチャイナワールドになりましたね、ここのお土産屋さんが。ハロー、ハロー、ハロー、こんにちは。すごい、なんかこういうのお土産にいいかもね。何これ、何これ、トイレ、トイレ、トイレ中盤、え？なんか面白そうじゃない？え、これトイレなの？インスタ映えトイレ、すごい、なんこれ。でも、十分暑くなりますからね。なんだここ、でも、借りれるのに綺麗なトイレ。そうですよね、やっぱこう散策してるとトイレってなかなかないので、その場合、ここでトイレ十分暑で綺麗なとこ入れるのはいいかもしれない。このバナナを売ってる方が目安として、ここからこっちに入っていくと三辺市場がかなり広がっていきます。でもこの横が全部そうなので、いろいろ歩いてみてください。まずこの小物ね、ちょっと見てください、なぜここに日本人形、龍は一体なぜここに、三枚貝ルカターに、どこか一本に、あ、ไม่มีใครขายช่วงช่วงนี้ไม่มีใครขายครับอ๋อนั่งเข้ามาคนเดียวไม่มีคนอื่นครับอ๋อ何か最近は売ってる人がいないから珍しいからみたいな感じで、楽しいし、わ、なんかすごい方いっぱいいますよ。あ、トウモロコシ、コーンポップコアだらさ、おいしそうな匂いが、わあすごい、これお坊さん用のマスクセットだって。お坊さんはマスクの色が決まってるんだ、知ってました皆さん、これ、ね、スリッパとかもあるし、結構文房具とかも売ってるので、そのお子様のものを買いに来る方も多いと聞いてます。これお子さんのお誕生日とかいいんじゃないですか。バルーンがいっぱい売ってる、しかも安いや、ここ、こういうほらバルーンの色選べますね、しかも珍しいパーティーバルーンショップですね。こんなのもここにあるんだ、楽しい。あ、これこういうの、こういうの、お子さんいる方絶対見てて楽しいですよね。子供用のグッズが、こういう、あのほらお砂場グッズ、海とかプールとか行くときにいいですよね。ランちゃんもね、ランちゃんもこういうの多分最近何でも掴むから、バッグがね、あります。ここ、ここ、あ、これだ、これめっちゃ可愛いですよね。え、このサイズ感めっちゃ可愛い、見てください、このひょこってできる感じの、お財布だけ、お財布と携帯だけピョンって入れる。あ、何タライか、白いガンシップ、こちらは490バーツ、
2000円くらいかな。でも2000円でこんな可愛いのが、見てボリューム感すごい。ちょっと歩いて疲れたのでご飯食べましょう。さあ、ヤバラートラッキっていう道ですね。この中に入っていきたいと思います。すごい、ここでめっちゃ調理してる。皆さん油気をつけて。おいしそう、なんかいい匂いする。お寺の前でみんなご飯食べてる。ワット・バンペンチン・プロットと呼ばれる、歌人の人たちによって建立されたお寺。ここバンコクで最もちっちゃい寺院って言われてるみたいですね。その前でみんなご飯食べてるんですよ。じゃあどんどん行きましょう。カオマンガ屋さんを私は探してますからね。これじゃない。あ、え、この犬え、これ鳥のマーク。え、この犬から突然鶏がいるんですよ、こちらに。で、多分これチキンなのでカオマンガイだと思います。おー、ノー MSG、 化学調味料使ってません。イエーイ、多分ここです。なんかこちらのは昔ながらの台風カオマンガイではなくって、やっぱ中華タウンらしく、こうハイナンチキンライス風らしいんですね。そう、中華系、こうシンガポールとかでよく食べられてるようなハイナンチキンライスのスタイルらしいです。美味しそう。早速こちらのチキンライス食べたいと思います。生姜だったり唐辛子だったりいろいろ入ってるんですけど、まあ、お好みでこちらをつけていただきましょう。ここのチキンライスのチキン結構大きいんですよ、1個ずつが。チキンをね、乗っけて、うん、すごい、チキンがしっとりしてて肉厚で美味しい。めっちゃアロイです。スープがついてるんですよ、このチキンスープ。おそらくなんか出汁で取ったのかなみたいな。うん、これだけでさ、すごい二日酔いの人かね、もう最高な優しいスープ、美味しいです。ロイコアティーラカ。おお、今100年くらい経っているそうですよ。三ルン、三代続いているそうです。คนญี่ปุ่นมาเยอะๆนะคะข้าวมันไก่ร้านไทยเฮงนะคะร้านโบราณนะคะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ日本の皆さんぜひ来てくださいと、すごく歴史のある古いカオマンガイのお店ですので、ぜひ来てみてねとのことでした。この歴史的ななんかね、お店巡りみたいな感じで楽しかったですね。っていうかさ、なんで今回、はい、100年の歴史の喫茶店とカオマンガイのお店を選んだの。なんでって言われるとあれなんですけど、まあこれを見てきたんですけど、無料でもらえるガイドブックなんですけど、ここにね、なんかいろんな古い場所の観光地とかご飯屋さんが載ってるんです。リアルに本当に、そう、リアルに本当にたまたまこの本を見つけてたまたま来てみたっていう、本当ぶらり旅なので、ね、もしあのタイ観光庁の方見ていたらぜひお声掛けください。歴史あるヤワラート界隈の散歩いかがでしたか。何代にもわたり人々に愛されてきた老舗店が実はたくさんあるのです。ぜひ立ち寄ってみてください。グッドボタンとチャンネル登録。